神戸市の市営地下鉄板谷駅の近くにある、妙法寺川に来ました。で、まあ、下流の方は大分先の方に海があるんですけども、まあ、その辺りに1問目を置いて、まあ、2問目なんですけども、この辺りかもう少し上流の方だと思います。先にあの上流の方まで撮影してからまた下っていって、で1問目の設置場所を撮影したいと思います。ちょっとあの横移動で、その次、まあ、西の方へ向かって河川への移動、まあ、JR などを利用して移動しようと思ってますので、先にあの上流の方を、撮影して、で、まあ、下流の方を撮影すると、まあ、こういう風に、したいと思います。本日2024年、6月の今日は28日金曜日ですね。まあ、雨が昨日からですかね、まあ、ある程度は降っていると。で、まあ、水の量はこれぐらいであると。まあ、川幅は上の方で、まあ、10メートルぐらいですね。この辺りからですね、河川がこう横にそれてるような形でですね、ちょっと河川の横沿いに歩けるかどうかわからないので、ちょっとこのまま道まっすぐ歩きながら、どっかで右に曲がって、河川の撮影に行きたいと思います。あちらがセブンイレブンなんですけども、近くに河川が、向こうの方に通ってるんですけども、まあ、こちらの建物廃屋なんじゃないかなと。あとこちらの建物などですね、かなり老朽化しています。塀自体がこうなんかこう曲がっていて、まあ放置されてるんだろうなと。まあもう草がもうここまで生えてますからね、もう完全に多分放置されてるんでしょうね。まあ蒲田発電とか設置したら建物の解体入る、もしくは先に建物解体しといて木材と瓦礫をこの場に置いておくと金属だけ回収して、でまあ河川の方こちらの方ですね。まあ、水の量が確認したいんで、まあ、どれぐらい、ね、上流の方まで行ったらどれぐらいの水が流れているか、まあ、本日雨ですので、まあ、それ考慮で晴れの日は、水の量がもっと少ないということを考慮して、まあ、設置すると、まあ、下流の方は20cm×20cm、 1m×1m、 まあ、3m×3m 止まりだと思います。向こうの方の斜面もの、あのアパートも多分空き家じゃないですかね。かなり古そうですね、その右隣も。まあ、この河川もそうだと思うんですけども、河川の土砂のかき出しと地面の底のコンクリート化ですね。あと、まあ、余計な木を伐採と、まあ、こういう風な形になってくるかと思います。まあ、この辺り河川の幅が広いので、まあ、2問目を設置するのはこの辺りかなとも思うんですけども、まあ、これ下流の方まで撮影しなかったらどれぐらい、下流の1問目満水にした時どの辺りまで水が来るのか分かりませんので、基本的にはずっとなだらかほぼ平行で続いてます。まあ、あちらに合流河川がありますね。まあ、それなりに水は流れてきてますので、まあ、あちらはまあ流木があってと。まあ、河川はなだらかなので、2問目が先ほどの位置でしたら、まあ、こちらの方もあのぐらいの位置までは水はまあ貯水できると、まあ、そういうふうな形になると思います。まあ、今日は雨の日なんでね、その、晴れの日がどうなのかわからないですけども、その先、まあ、こちらの合流しているところは、ここから上はもうだんだんになってるんだと思います。で、まあ、あちらとかでしたら、真ん中にもっと水集めて、V 字型に、間10センチぐらいにしといて、高さ30センチぐらいにしといて、で、まあ、水車を設置するだとか、
まあ、その下もちょっと加工したいですね。その水の通り道を、両幅10センチぐらいで、両サイド高さ30センチぐらいの水の通り道を、出先のところにちょっと作っておけば、水車の下の方と上の方両方に、まあ、水が接触すると、まあ、そういうふうな形になります。向こうのはちょっと撮影行くんやめておきますね。あの他の河川とかも横に移動しながら、神戸市内の西の方の河川橋中にあのできるだけ撮影したいなと思ってますので、まあなだらかですね。先ほどの位置に設置しておけば、まあ、かなり上流の方まで水貯水できると思います。で、まあ、水の流れてるよう見る限りそんなには抜けてないでしょうね。ただある程度は抜けてると思いますよ、水。こっちはも多分廃屋ですね。まあ、あちらもはあの綺麗な家が建ってるんですけどね。こちらは傘の横沿いのところが廃屋は多いですね。まあ、あとあちらの方もそうですね。あの肌色のところ、あちらの方も多分廃屋でしょうね。まあ、先ほどの河川があちらの方で、まあ、左手の方も多分廃屋だと思われます。まあ、水の量はまだほぼ変わってませんので、河川の底はしっかりとコンクリート化されてるかもしれないですね。あとは、まあ、あちらのツタが生えてるアパートも廃屋なんじゃないでしょうか。サマセはたくさん出てきますね、廃屋で。まあ、あの金属回収地点であり、まあ、木材回収地点であると。早く、まあ、鎌田発電とかを設置、まあ、この近くに育英高校とかありますけども、周りこういう風にね山がありますので、ちょっと山の中入っていったら木材たくさん出てくるでしょうから、ちょっと道路沿いを歩いた方が良かったみたいですね。こちらへ行くと道がないかもしれないですね。ちょっと戻ります。まあ、あちらの方から行ったんですけども、まあ、こちらの建物も、まあ、空き家だと思いますね。放置されている建物。先ほどのこの廃屋続きですけど、まだ廃屋は続いてますね。で、まあ、上に高速道路が走っていると。多分高速道路をだと思いますよ。か、バイパスですね。まあ、ガラスも割れてますし、会社名の看板はありますけども、多分もう倒産されてるんだと思いますよ。高速道路、両方とも高速道路なのか、片一方がバイパスなのか。まあ、まだ向こうの方はなだらかなので、多分まあなだらかな河川が続いていくんだと思います。まあ、この辺りまで来ると、まあちょっと水の量が減ってるような気がしますね。あの真ん中に水を集めていて、かなり速い流れで流れていたところと比べると、だいぶまあ水の量が減ってきてるなと。あと、まああちらの建物の廃屋っぽいですね。こちらが先ほどの河川なんですけども、新しい橋を作っていますという看板が出てます。まあ、もうちょっと上流まで行ってみたいと思います。まあ、想像以上になだらかですね。もっとあの急斜面かなと思ってたんですが、そうでもないですね。まあ、先ほどのあの流れてきてる合流河川があれで、で、まあ、あと向こうの方にもありますね。まあ、街中の水がまあ集まってくるような仕組みになってますので、こういうふうに奥行きがあのなだらかに続いていくところって、両サイドから結構水が集まってきやすいですね。まあ、周りがあのなだらかなこう地形がこう続いていると。
まあ合流する河川のところがああいうふうな出口の形なんですけども、まあ、あそこに門を設置するかどうかですね。奥行き多分向こうの方もなだらかでだいぶ、まあ、水は貯水できそうな気はするんですけどね。まあしっかり上流まで登っていって撮影してみなかったらわからないかとは思うんですが、そこはそうだと思うんですけどね。まあ多分先ほどの場所にも設置したらそこそこ奥の方まで水貯水できそうですね。あの奥の方で左手に今度蛇行していて、あのなだらかに続いていきますので、何百メートルか1キロぐらい水貯水できるんじゃないですか、満水のその水位のところまで。ここもあの合流する河川があるんですけども、まあもう置いた方がいいかもしれないですね。で、まあ、あの出先のところまで地下水流ストレートトンネル発電20センチ×20センチ、まあ1メートル ×1 メートルがいるかどうかなんですけども、雨の日でこれですからね。まあ、一応川幅があるところで作っておいたらいいんじゃないでしょうか。で、まあ、先ほどの明宝寺川の本流ですけども、それがまあ北の方の河川で、結構これこの河川上流の方まで続いてますね。明宝寺駅の、近くのところまで、この河川は続いてるみたいですね。ちょっと待ってくださいね。向こうから歩いてきたんですけど、川こちらに流れてきてますね。あの左手とかどうなってるんだろう。あ、ちょっと待ってくださいね。僕は方向感覚間違えてただけです。向こうです、向こうです、北の方。ちょっとさっきローソンでお手洗い借りてたんですけども、それでちょっと方向感覚おかしくなったみたいです。訂正しておきます。上流の方に来ました。まあそこそこ傾斜がつき始めてきたんですけども、まあ次の門の位置ですね、まあ、先ほど あの入門目の設置する場所で満水にした時にどれぐらいのところまで水が汲むのかっていうところがちょっとまたちょっと読めないですね。まあ先ほどあの辺りの斜面のところが竹林だったんですけども、まあこの辺りも枯れてる、まあ、小さなススキだったりだとか、まあ、多分枯れてる木も多分あると思いますよ。で、まあ、先ほどの場所を考えたら少し両サイドかさ上げしといた方がいいかもしれないですね。まあ、一応先ほどのあの地点ちょっとだけ上の方に上がってるんですけども、反対斜面の方ですね、そっちの方をちょっとかさ上げしといた方がいいかもしれないですね。この辺りなんですけど、石垣のところ見てもらったら分かると思うんですが、間スカスカなんで水貯水してもその中に浸透していって、でかなりの部分はコンクリートとかで埋めなきゃならないですね。まあ、あっちの建物も、放置されている建物だと思われます。まあ、アパートですね。まあ、先ほどの門のところに水を設置、門を設置したら、まあ、水位はこの辺りまで来ると思います。奥の方の段がついてるところ、ちょっと暗くて見えにくいかもしれませんけども、あの辺りのところに少し段がついてます。多分あの上の位置のところぐらいまで、まあ、水が来ると思います。でここのところも靴目の段のところは、まあ、越えて水が貯水されて、そこもそうかもしれないですね。そこも越えるかもしれないですね。ただその先ですね、この先のところは多分水位は届かないとは思います。
ですので、まあ、ここでさ、まあ、まだ真ん中に水集めておいて水車でいいと思います。だから、まあ、両サイド V 字型で30センチぐらいの、まあ、V 字型でこういうふうに真ん中の方に水集めて高さ30センチぐらいにしておいて、で、まあ、真ん中の方に水集まるようにしておいて、で、間、まあ、10センチか20センチぐらいでいいと思いますよ。高さが30もあれば。で、下の方に、まあ、水車を設置すると。で、しっかりと水を受けて、回すと。で、河川の底も少し、その間、10センチか20センチぐらいのところに水が集まるようにしておいて、その水車のところだけでいいですから、こういうふうに、加工しておくと。そしたらその水車の上の部分と下の部分のところで水を受けるんで、かなりパワー出ると思います。まああとはギア比ですね。で、そこに向かってだから次は、まあこの辺りに門を設置すると。まあまあこちらでもいいですね。こちらの方にも設置して向こうの方に地下水流ストレートトンネル発電という形ですね。まあ先ほど撮影した地点があちらだったんですけど、まあ、この辺にも崖やぶがあります。まあ周り山間部なんで、この辺りも、まあ育英高校の近辺、まあその上の方にある高校とか大学もそうですけども、まあ倒木とか流木に困ることはないというような形になります。大門下流のところまで戻ってきました。最初の方の地点ですね。で、河川の底なんですけども、まあ1問目のところにもう設置して水を溜め込んだ両サイドの木とかが邪魔になりますんで、まあ、全て伐採、河川の土砂のかき出し等々ですね。もう少し上の方で段になっているところがありましたけども、もしかしたらあれぐらいの位置までかもしれないですね、水位。まあ下流の方まで撮影したいと思います。板宿駅のすぐ近くに来てるんですけども、まあ、テナント募集ということで、空ビルですね。ずっと人口少子化が続いているのに、まあ何か新しいものを建てたりしたら、もう絶対こうなります。河川大分下流の方まで来ました。こちらの方が、下流の状態なんですけども、まあ水の量がだいぶ減ってるような気がしますね。それまでの区間でああいう風にサイドから出てきてる水もありますんで、やっぱり河川の底をコンクリート化ですね、半分ぐらいの水の量が抜けてますね、か3分の2ですね。やっぱりここの河川も同じですね。河川の底からの水の抜け方が。で、あと両サイド、ああいう風に石垣ありますけども、多分その隙間からもう水抜けてると思いますね。だからある程度のところに、まあ最初に1問目設置して、水位がどれぐらい来るかを確認して、まあ2問目を、ある程度の位置に設置して、で、2問目を設置すれば1問目までの区間、晴れの日とかであれば河川の底をコンクリート化しやすいので、まあ、そのように、対応していただきたいところです。もう少し南の方まで、撮影しに行ってみたいと思います。まあ、こういうふうにまた別の場所ですけども、サイドから水が流れ込んできています。まあ板谷駅のところから先ほどまでのところで1キロほどは下流の方に来てますので、まあ他にもサイドから水流れ込んできているところある可能性の方が非常に高いんです。で、だけども水の量が少なくなってる、まあ、だいぶ抜けてるっていうことですね、水が。まあ、いくつか段差があるので、まあ、まだもう海まで目と鼻の先のところまで来てるんですけども、まだあちらも段差があって、あと右手の方はもしかしたら合流する何か河川か何かあるのかもしれないですね。まあちょっと行ってみたいと思います。そちらが JR
の高架下ですね。で、まあ、あちら左手からやっぱり河川、水流れてきてます、ね、で、まあ、あの水位はそこそこまだ先の方でもキープできそうなので、あのサイドから水が流れてきてるところあたりが目処になるか、次の橋のあたりが、1問目の、水門になるのかというところですね。ちょっとまあもう少し、南の方まで行ってみたいと思います。もうあのあたりが限界近くだと思いますね。もうすぐそこは海ですので、あちらは国道2号線です。でその手前のこの橋の位置にもう設置ですね。で海に向かって地下水流ストレートトンネル発電で、あちらの方の水もあの利用しようかなとも考えたんですけども、そこまで水位が上に満水になった時に、そこのあのまあ側溝、まあ道路のところが、まあ町の中から流れ込んでる水なんですけども、そこが溢れかえる可能性があるんで、もうこの辺りが限界地点にしといた方が良さそうですね。で、まあ川底自体があの海抜よりも高いかどうかなんですよ。一応その上を水が流れてるんで、まあこの辺りで、あとは河川の底をちょっとまあ形状をまあちょっと変えるような可能性もなきにしもあらずですね。ただまあ水はもうここで結構高さがあるんで、ここの高さを利用したいんですね。満水にした時の高さを。そうすれば河川向こうの、 あの奥の方のところまで、水貯水できると思いますので、板宿駅ぐらいのところまで水が貯水できるんじゃないかなと思われます。以上です。これで、妙法寺川の撮影は終了したいと思います。次高取の駅まで行って JR に乗って、塩谷川の方を撮影したいと思います。塩谷川に来ました。もうあちらすぐそこは海ですね。で、まあ、流れ云々とはあるにしても、河川の底自体がすでにあの海の高さぐらいまで来ているので、まあそのあたりの位置ですね。あの河川水門開閉式玉発電に設置するのは、でまあ、一応雨の日でも、まあ、あのこれぐらいの水の量なので、まあ、基本的には20センチ×20センチと、まあ、1メートル×1メートルと、あとはまあ3メートル×3メートルがあれば、まあ、大雨の時でも全然問題ないと思います。一応、まあ、あの上流の方まである程度見に行ってみますね。まああの少し塩谷駅から歩いてきたんですけども、まあ、100メートルほど歩いたところなんですけども、まあ、あちらの方から、まあ、水位あちらのところの上の方まで来ると思います。もう少し先まで行ってみたいと思います。あちらの建物が廃屋っぽいですね。であちらの道から上がってきたんですが、それとそちらの建物も廃屋の可能性があります。まあ、合流してる、まあ、河川、まあ、こういったものがあるんですけども、まあちょっと水車設置したいですよね。でこちらもある程度の高さのところで水車を設置すると、まあちょっとあの手前に出てきてもいいですから、水車を設置すると、まああちらの場合はまあ奥行きをちょっと削るような形で、まあ水車を設置するという形で、まあ落差をつけておいて、であとはちょっとね、ここ塩屋はもうあのだいぶ河川のここから水抜けてるような気がしますね。で道どこ歩いたらいいのかちょっとよくわからないんで、一応河川自体は平行なんですよ。で両サイドが建物がこう高くなっていて、でまあ水門を設置して、まあそれなりのところまでの位置まではまああの水をかなりそこそこ奥の方まで貯水はできるとは思います。ちょっとまあ見えにくいと思うんですけども、あちらの方カーブ曲がってきて、そちらが河川の底なんですけども、まあこの辺りだと高さだいぶ出せるかもしれませんね。まあ、右で駐車場がありますけども、まあ、岸壁工事してるのがあの辺りぐらいだと思います。で、
まあちょっと景色見えにくいんですけども、奥行きだいぶそのあたりだったら、まあ水門設置したら奥の方までだいぶ貯水できるんじゃないかなと思います。もう少し、上流まで行ってみたいと思います。こちら神戸塩屋八郵便局というところですね。まあそちらの、まあ、向かいのこの建物も、まあ、廃屋だと思われます。で、まあ、先ほどの河川の上流部のところなんですけど、多分あちらのところぐらいまでですかね。まあけど先ほどのところから100メートルぐらいしか来てませんので、まあ高さ、あの両サイド5メートルぐらいだったら、この辺りはあの水、まあ水位が来るという形にはなりますね。あとはまあここから先ですね、なんとなく段々になってるような気がするんですよ。いや、そうでもないですね。まだ結構横深くなっていそうですね。谷間のところみたいですね。あの横から出てるのも、あの、まあ、水着をするとしたら、あの横から水が出てるところの手前のところに次の水門を設置ですね。で、まあ、あちらのサイド の、 あの高さ、まあ、右側と同じぐらいの高さなので、まあ、その辺りに水門を作ると。で、多分そこの右手のところ、あちら合流する河川か何か、まあ、水はほとんど流れてきてないんですけども、まあ、あちら奥の方のところは合流してきてる河川がありますけども、まあ、そちらもあの貯水槽になると、まあ、横が広がってるだけかもしれないですね、河川の横が。まあ、もうちょっと上流まで行ってみたいと思います。果たしてこの道で合ってるのかな。何か向こう橋渡って向こう見た方がいいかもしれないですね。けど河川は左側に曲がってるんですよね。ちょっとこちらから行けないかどうか行ってみます。先ほどあの合流してきているところですけども、こちら水車設置できるかもしれないですね。先ほどのところ水溜めても多分水ここまで来ないと思いますので、どうなんでしょうね。廃屋ですかね。かなりあの古いあの建物ですけども、あとまああちらは完全に廃屋でしょうね。解体対象ね。河川はあの右手の方にあります。あの間ぐらいのところですね。河川はあちらなんですけど、何か妙な物体が。なぜ作ったのかよくわからないですね。どういうふうなことを目的にして作ったのか、まあ、昔の1998年フルーツラパークで言っていた内容で、そのこの辺りを例えば蓄電池、まあ、蓄電池ですね、水の中に電気貯めれますから、まあ、そういうような形で設置しようとして途中まで工事を進めていたのか、もう木生えてますからね。塩屋川の河川沿いですけども、ここもあの放置されている老朽化した家屋ですね。まあ、一応表札は入ってますけども、まあ、人は住んでいらっしゃらないですよね。でこの辺りもどうかなというところですね。もう向こうの方も壁に亀裂が結構入ってますけども、多分阪神淡路大震災の前からある建物でそうなってるんじゃないでしょうか。車はあれども駐車場として使ってるだけで、こちらも人いらっしゃらないかもしれないですね。あとはここを畑として活用できそうですね。まあ、もしあちらの建物とかはなかったら、その河川水門外式生発電なんですけども、まあ、あの妙な建物もなかったら、
果その奥のところで、あの高さはあの高さで合わせれるから、あちらにあの門を作れたら、だいぶもう奥深くのところまであの水がちょっとできるんですけどね、高さがまあ10メートル以上はありそうですから。まあここは、あ、ここもっと民家ですね。凄まじい廃屋ですね。完全に竹やぶに包まれてますね。あ、向こうの高さに合わせようと思ったら、こちらに建ってる建物とかで廃屋なんだったら、建物を解体して水位高さ合わせる方がいいと思うんですけどね。まあ、ここもなんとなくそれっぽいですよね。だいぶ古くて、いらっしゃらないとは思うんですけどね。ちょっとまあもうちょっと歩いて、今右手に行ってもこうまた戻ってこなければならなかったら大変なので、あ、ここもポーチっぽいですね。あ、けど先ほどの高さに合わせたらそこの公園とかは水没するでしょうね。まあ一旦はあの先ほどの橋のところで水門作ってもらったらいいですよね。あの辺りもそれっぽいですよね。大きい高さが出ないです。あちらももうバルコニーのところを外壁が剥がれて木をむき出しになってますね。もしかしたら阪神・淡路大震災の後、そのままほったらかしになってる家かもしれないですね。木とか草の生え方とかを見ると。あちらも階段上がって入っていけるようになってるんですけども、まあ竹やぶですね。で、そちらもそうなんですけども、竹やぶですね。もしかしたら建物解体した後、竹が生えてきてるのかもしれませんし、あとまあこう、上り坂で、まあ竹やぶの中入っていけると。まあ、鴨の発電用の枯れてる竹とか、色変わってる、茶色くなってるススキだとか、まあ、多分枯れてる木も中にはあると思いますよ。中入っていったら結構、まあ、獲得できそうですね。で、河川は今あちらの方ですね。河川自体はずっとなだらかに続いてるので、次の門を設置する場所はまだもう少し先だと思います。塩屋川を下ってきてるんですけども、あちら北村工務店と書かれてる建物のすぐ近くですね。まあこういったところがあるので、まあここも水車設置したらいいと思いますよ。神戸市垂水区の、垂水駅の近くの福田川に来ています。で、この辺りまで来ると、多分もう海の高さと変わらない高さになってきてるんじゃないかなと思います。で、これ、まあ、水をたくさん奥の方まで貯水したいので、河川の底に、まあ、多分上流の方行ったら河川の土砂のかき出しとかしなきゃならないと思うんですけども、まあ、あと、解体した家屋とかの瓦礫とかで、下、整地してその上にコンクリートを流し込んでというような形で、まあ、高さを、まず揃えて、まあ、もうここに設置して、で、あちらの方にも、まあ、河川の底を整備して、まあ、地下水流トンネル発電を設置すると、まあ、こういうふうな、形で進めれたらなと思います。ではまあ上流の方まで歩いて行ってみたいと思います。あちら左手の家屋は多分ドアのところに張り紙みたいなのがするから老朽化して解体対象の建物かと思われます。解体して、まあ、メタンガスの抽出場でいいんじゃないかなと思います。まあ上流ある程度500メートルぐらい歩いてきたんですけども、やっぱり河川の土砂のかき出しが必要ですね。で、木、まあ、関係に関してはその薪ストーブだとか、かまど発電という形で利用してですね、まあ、こういったもので、あと石ころとかも、だいぶ大きな石とかもだいぶありますね。
石屋川の上流のところに、石井ダムのようなダムを設置と、まあ、高さ大体30メートルぐらい、だからまあ下の方のところ水の量とかを考えたら、まあ、20メートルぐらいで上の方が、まあ幅7メートルぐらいでいいと思うんですけども、ああいうふうに河川の底に転がってる石、かき集めてでいいと思いますよ、こちらの福田川から。あと、まあ、もう少し西の方に山田川っていう川もありますけども、まあ、そちらの、河川の底にもあるんじゃないかなとは思います。まあ、最初のところの位置に水門を設置して、まだまだもう向こうのだいぶ先の方まで、満水にした時の水は来ると思われます。もっと上流まで、撮影しに行ってみたいと思います。福田川、もう少し上流まで来たところ、周りこういう風景なんですけども、横に公園があって、まあ、あちらの建物が老朽化した家屋ですね、放置家屋だと思います、まあ、この並びそこそこあるかもしれないですね。で解体してメタンガス抽出場を作ると、まあ、そういう手順でいいかと思います。福田川なんですけども、河川の底想像以上に木が生えてますね。多分上の方までもうずっとこういう風な状態だと思われます。まあ歩いてきたんですけども、想像以上に石があって、まあ、石垣を最初組もうとしてたんですかね。まあだいぶ石がたくさんあります。それなりの大きさの石が、であと土砂がありますから、最初の方の地点の底を一旦土入れして、その上を、まあ、コンクリート化をして、で、まあ、海抜よりも高い高さにしておくと、まあ、そういう作業用は福田川の中にある、まあ、土とかで、まあ、できるんじゃないかなと思います。まあ、あちらの方、右手の方もずっとだいぶ火が入ってたところもそうですし、まあ、この辺りも石とか木、土を撤去した後、河川の底をコンクリート化ですね。夕荒れとかしたりして水が漏れてるところっていうのは多数あると思います。こちら、コープさんの隣なんですけども、まあ、やっぱり石ころがだいぶ見受けられます。河川の底にもですね、まあ、あちらの方は意図的に作った石だとは思うんですけども、まあああいうのも間コンクリートを入れたりだとか、なんか石が多分水が流れてきた時に剥がれてますね、石が。まあどちらかというとない方が貯水量は増えますから、まあない方がいいですね。速攻といいますか、まあ、そちらの方に段々になっているところがあるんだったら水車を設置しといた方がいいでしょうね、雨の日用に。あちらは高速道路で、向こうの方にも高速道路があるんですが、そちらの両サイドから出てる2つの位置のところからですね、その下の高さまでのところで、まあ、水車を設置したらいいんじゃないでしょうか。1問目の、まあ、満水にしたときどの位置まで来るか確認してからの方が、まあ、無難は無難なんですけど、多分、まあ、ここまで歩いてきたらその辺りだと思いますね。まだもう少し奥の方まで水行くと思います。1問目の門の位置からこちら右手の方の道はもう完全に人が通ってないから草生え放題でもう塞がってますね。でそちらの橋なんですけども、通行禁止に入ってはいけませんという建物なので、まあ、老朽化が来てるから危ないから入ってはいけないっていうことだと思うんですけども、まあ、金属回収地点としても回収した方がいいと思いますよ。
もう一つ、あの水車設置できそうな場所はありますね。あの長さに、水車の長さ合わせてもらったらいいですよ。下の面のところでも、あの水を向こうの方の奥のところで受ける面と、下のところで水の流れで水車が稼働する部分と、あの両面ですから、まあ雨の日ぐらいだと思いますけども、まあつけておくだけの価値はあると思います。あちらが2つ目の高速道路で、まあずっとなだらかに河川が続いてますんで、まだこの辺り最初の1問目の水門のところを水位満水にしたら水来てるんじゃないかなと思います。まあ、左手の方から合流してる河川がありますが、まあそちらの方も、水位来るんじゃないかなとは思います。一回満水にしてみてみなかったら、次の2問目のもうどこに設置するのかっていうのが、まあ、なかなかちょっと決めづらいですね。まあ段差があって、まあこういう風なところなんですけども、まあ周りの風景がこういう風なところなんですけども、まあ2問目がこの辺りかもしれないですね。かもとしか言えないですね。まあある程度傾斜はついてるにせよ、まあ一回一問目満水してからじゃないとわからないですね。まあこの辺りもずっとこうなだらかで、河川の底にまあ置いていけるように、は作られてはいるんですけども、ね、まああんまり人が通らないのか草がだいぶ生えてますよね。あとこちらは合流する河川ですね。下の方を見るとだいぶいろいろ採石してますね。上から流れ着いてきた、まあ、流木だとか、まあ、そういったものだとは思うんですけどね。それか下に砂が流れてきていて、そこに木が生えていて、それを伐採しただけかもしれないですね。まあそこはだいぶなくちゃありますね。まあ、今までのところをトータルしたら、それぐらいのところまで来たら、まず水位1問目のところから満水したときに、まあ、この辺りぐらいが限界だとは思うんですけどね。まあ一回水溜めてみないとわからないといえば、まあわからないですね。ここから先もだいぶずっとなだらかに続いていくそうな気配ですね。で、ダム用の石が積み上がってますね。まあまあ石ダムのようなって言ってた、その石屋川のところにしてもそうですけども、この辺に関してもその石ミニ石ダムみたいな形で河川に作るような形でもいいと思いますよ。一応雨降っていての水の量がこれぐらいですから、20cm×20cm と 1m×1m、 3m×3m、 5m×5m でもう十分だと思いますよ。でもしそういったもんよりも、あの遥か上にこう水がたくさん流れてきてるんだったら、ああいう風に気が済まないと思うんですよ、根本的に。2つに分かれるが河川に地図上のものってあちらの方かもしれないですね。だとすると2問目の水門を設置するのは、まあ、先ほどの場所か、まあ、この辺りがいいでしょうね。そしたらあちらの方とこちらの方両方に、水が溜まりますんで、まあこの辺りのところで水門を設置すると。で、あとはストレートに、まあ、できるだけ
まあ、地下水ストレートトンネル発電を設置すると、まあ、あちらに門を作っても、まあ、なぜ1問目のところが、満水にしたかという水位がどれぐらいに来るのか、もう2問目はもうこの辺にしたいところですね。あちらの方とこっちの方両方に、水を溜め込みたいので、やっぱり水圧がパワーの源になってくると思いますので、まあ、2問目のところに水門設置したら、あの下流の方で工事しやすくなりますんで、まあ、1問目、2問目、まあ、どちらを先に設置するのかは、まあ、お任せします。で、まあ、あちらの河川も、向こうの方ずっと、なだらかに、続いていくような形です。こちらもそうなので、まあ、両方とも、はるか上流のところにまで、続いていくような形になるかと思います。で、まあ、その両方とも、その2問目の水門を設置して、で、水位が両方ともどれぐらいまで来るかを測らなかったら、まあ、両方とも、3問目が設置しにくいので、福田川は一旦これぐらいにしておきます、撮影に関して。まあ、こちらの方の廃屋ですね。こちらも一応、記録つけておきます。あちらの方にあるのは福田川なんですけども、まあ、合流する河川で、まあ、小さな河川があったんですが、まあ、どっかに門を作って、まあ、ストレートに斜めに傾斜がつけれて、あちらの方に、地下水流ストレートトンネル発電、まあ、20cm×20cm、そういったものが設置できそうなので、まあ、一応撮影しておきました。先ほど撮影したのがあちらの下の方なんですけどね、この辺りでそこそこ音が鳴っているので、多分落差があるんだと思います。まあ、水車設置できそうなの設置ですね。まあ、竹の林とかもあって、この辺とかね、だいぶ、薪ストーブ用の、あ、まあ、鎌田八のそちらが明大小学校なんですけどね、まあ、係にもつけて、まあ、行っていただけたらなと思います。階段はあるんですけども、草で道がもうなくなってますね。で、やっぱり落差ありますね。こちらもそうですけども、ね、まあ、真ん中に水が集まるような形にして、まあ、水車、設置したらいいんじゃないかなと思います。1台2台、あとこちらの方でも多分段差があるようなところありそうな気がするんですけどね。まあ、先ほどの続きがああいうふうな形になっています。で、そこも段があるので水車もですね。神戸市垂水区の、学ぶが丘の近くなんですけども、まあ、ラーメン屋さんの、ライライ亭さんがありまして、その近く、こちらの建物も多分老朽化して放置されてる建物だと思います。あとは、まあ、こっちの方営業されてるお店もあるので、そのつながってるので建物、まあ、解体しづらいっていうのがあるんじゃないですか。左手三軒は多分放置されてるんだと思うんです。こちらが、山田川の、右手の方の上流のところですね。まあ、まだこの道路沿いに、まだ上の方までずっと続いていくと思うんですけども、まあ、水門をどれぐらいに設置するのかなどを、まあ、いろいろと考えて対応していきたいなと思います。まあ、向こうの方でもう一つの河川と合流する形になるんですけども、まあ、どちらが本流なのかは分かりませんが、まあ、先ほどの位置がほぼ平行に、まあ、出てましたので、あとは向こうの方はずっと斜面になってましたので、この辺りもまだほぼ平行ですね。だから水を貯水するとするのであれば、ここで段にはまだなってないですね。一回ここで貯水ですね。何か排水溝が2つあるので、左手のリももう1つあるので、まあ、ここに、門を作って、で、まあ、なだらかな傾斜になっているところに、まあ、地下水流ストレートトンネル発電20センチ×20センチ、まあ、一応1メートル×1メートルも
まあ、一応念のために用意しておくというような形でいいんじゃないでしょうか。で先ほど の, あ, のあちらの方の上の方はちょっとどうなってるかは今もう一旦あの据え置きにしておきます。まあこちらに少し落差があって、まあ次も落差があって、次もあの落差があると、まあ、だんだんになってますので、この辺りは水車でいいんじゃないかなと思います。まあなかなか真ん中に集めればなかなかバカにできない水の量だと思います。あの V 字型に中央にまあ、堤防みたいなもの、高さ、20センチなり、作ってもらってですね、で真ん中に水を集めたら、まあ両幅その間のところが、まあ、10センチぐらいで、で下のところもその10センチぐらいで水路を作ってと、で一応まあ水門考えているのは2つの河川が合流した位置を考えているんです。まあ道もだいぶこういうふうにずっと下り坂ですので、多分だんだんになっているところが多いと思うんです。ただある程度、これはもう一つの合流する河川かな、それっぽいですね。あちらの方ですね、こちらの方の河川が、まあまあちょっと待ってくださいね。まあまあ真ん中のこれがいらないといえばいらないんですけども、その方がまあ貯水量を増やせますので。さっきちょっと段々のところを水車って言ってましたけども、それ一旦据え置きで、水この辺りに水門を作ったら奥の方のところまで貯水されますので、まあこの辺りですね、水門を作るのは。でまあ少し傾斜をつけて、まあ、地下水流ストレートトンネル発電を、まあ、ストレートに、まあ、あちらの橋のところぐらいまで、作ると。基本的にまあ20センチ ×20 センチでという構想ですね。ところどころ段になっているところを撮影しますので、また次のところです。同じような形状に見えて、同じ場所に見えますけども、先ほどとちょっとまだ違うところです。それで高さこう合計していくと、つい1問目満水にしたら大体どれぐらいまで来るかなとか、まあ、そういうことが分かりますので、まあ、一応ところどころで撮影しながらということで、まあ、このまま、駅の方に向かって、海沿いの方に向かって進んでいきたいと思います。ああまた段がありましたね。まあ緩やかな、いや結構落差ありますね。50センチぐらいありますね、落差で。河川の底がまあこういうふうに加工されてるっていう状態ですね。合流してくる、まあ、小さな河川、まあ、一応撮影しておきます。あと少し、まあ、10センチぐらい、段差があります。まあ、道がずっと平坦なので、まあ、第1問目のところと先ほどの、2つの河川が合流するところになるのが、まあ、今のところ、まあ、濃厚という形ですね。あとは、まあ、一番下の1問目のところの両サイドの高さがどれぐらいあるかですね。次、20センチほどの高さです。まあ、高低差ですね。で、その次も20センチぐらいの、高低差ですね。まあ、河川の底の土砂のかき出しとか木とか、まあ、だいぶ撤去しなければならないんですね。その次も、まあ、20センチぐらいの落差。
まあ、今のところその2つの河川が合流したところから高低差、今のところまあ1メートルぐらいの差があるかなというところですね。で、まあ、こちらでまあ30センチぐらいの落差、その先でまあ10センチから20センチぐらいの落差、ここまでで、あちらで10センチほどの落差、そちらの方でまあ20センチほどの落差、まあ、こちらの方でまあ10センチほどの落差で、まあ、合計今のところでまあ2メートルあるかなどうかなというところですね。でその次こちらがまあ20センチぐらいの落差と、いや10センチぐらいですかね。でその次もまあ10センチぐらいの落差と、まあこれでまあ大、いや訂正、20センチぐらいの落差ですね。これでまあ2.3 ぐらいですね。でこちらも20センチぐらいの落差なので 2.5。 こちらは合計して50センチほどの落差があるかないかというところですね。まあ合計そこまで含めて、まあ、3メートルということにしておきましょう。3メートルぐらい高低差が、まあ、あの河川の底に、いらなさそうな石がいっぱいあるので、それで、まあ最下流のところ、あのミニ石ダムみたいに作ったりだとか、上流の方のところでミニ石ダムみたいに、作ったりだとか、もうそれでいいと思いますよ。さすがにこの河川だったら、2つの河川が合流しているところも奥行きはもう5メートルもあればもう十分だと思いますよ。3メートルでもいいぐらいでしょうね、奥行き。あまりその奥の方まで貯水できないですから、その2問目のところ。ただし1問目のところは奥行きかなりあるでしょうから、まあ厚さ10メートルぐらい、あの奥行き出しておいた方がいいとは思いますね。まあ、あそこでも落差10センチほど。そちらの方はあの合流してきてる河川がありますね。まあこれぐらいの水が流れています。先ほどまで私 5.7 って言ってましたっけ。まあ、こちらの方で合計して50センチぐらいで、6.2 ぐらいとしましょう。こちらで10センチとして6.3。まあ、その、まあ、10センチあるかもしれないですね。こちらで20センチとして、今いくつと言ってましたけど、もう 6.5 ぐらいでいいですか。まあ、ちょっと今何センチかわからなくなってきましたので、まあ訂正、何メートルか、 6.5 の、まあこちらが20センチぐらいで 6.7、 まああちらが 20センチぐらいとして 6.9、 まああちらが、あちらが10センチ、その奥は10センチとして、7.1、 こちらで 7.2 ですね。まあ、10センチとして、バッティングセンターの近くです。
そこで、10センチとして 7.3、 こちらで20センチとして 7.5、 そちらで 7.6、 まあちょっと、まあ、水面特に変化はありますね。まあ、ちょっと形状的に何センチぐらい落差を見ればいいのか、まあ 7.8、 20センチと見て、7.8 としておきましょう。で、まあ10センチとして 7.9 で、あちらも10センチとして8メートル、あちらもまあ10センチぐらいとして 8.1 としましょう。まあここまで落差がいくつかあったので、まあ9メートルぐらいかなというところをですね、今まで、高低差が、それとあとこちらの高速道路ですかね、そちらの下、あちらの出口にもそこそこ落差ありそうですね。あちらの落差を入れて 9.7 といったところですね。いや 9.8 ぐらいですね。 9.8 の、まあ、ここで、まあ、10メートルぐらいですね。あの2つの河川が合流してたところからと、あとこちらの方から、まあ、合流する河川ですね、まあ、そちらからこういうふうに流れ着いています。でそこは段差がかなりありますね。ここでまあ11メートルといったところですね。時刻は現在、18時5分なんですけど、まあ、横浜 DeNA 側です。ああ、池助本人。まあ、そこにも20センチぐらいの落差で、11.4 ぐらいですね。あちらの方で、まあ、10センチぐらいの落差と見て、11.5。その先が、まあ、20センチぐらいで、11.7 です。先ほど 11.5 って言ってましたっけ、まあ、そちらの方で、まあ、10センチぐらいで 11.6 なんですけども、あちらに、まあ、瓦礫がありまして、まあ、コンクリートの塊とかありますんで、まあ、そういったものも活用されてみてはいいんじゃないでしょうか。まただいぶ雨降ってきましたね。あちらで 11.7、 あちらで 11.8、まあ、ああいうぐらい、あれぐらいの、まあ、水の量ですね。こちらから、まあ、段が、小さな段がいくつかありますので、まあ、向こうの、橋のところぐらいまでで 12.5 です。この辺りで、まあ、13.5 か14ぐらいですね。で、まあまあ、ある程度傾斜とかもありますので、最終的に、まあ、あちらの橋が、赤潮大橋ですので、もう、下流、海まですぐ近くです。まあ、最終的に合計15メートルぐらいで、まあ、物事を見ておくということで、門は、1門目と2門目と3門目を設置すると。まあ、3門を設置するような形になると思います。で、一番下の、まあ、大々の、ところが分かってきましたので、一番下流のところまで、行きたいと思います。
まあ、こちらの家屋もまあ老朽化した家屋で、多分誰も住んでらっしゃらないと思われます。まあ、こちらの建物を解体してメタンガス駐車場にしたらいいんじゃないかなと思います。だいぶまあ下流の方に来たんですが、まあ、もうちょっと先みたいですね、最下流は。まあ、明石海峡、まあ、すぐ近くまで見えてる段階です。少し先に進んできたんですが、まだもう少し向こうの方ですね。西舞子三丁目12、タルミコです。あちらの建物の、多分解体対象の建物だと思います。メタンガスの駐車場にすればいいんじゃないかなと思います。まだ河川の海までの出口のところはまだもう少し先のようです。そこの段のところから先から流れがなくなってきてるので、大体まあこの辺りが終着なんじゃないかなと思います。ただし上流にあった土砂をこちらに持ってきてですね、この下を底上げしておいて、で、貯水する先っていうものをもう少し先まで多分増やせると思います。でそこも水深ある程度あるみたいなんですが、両サイド の、 余ってる石とかがたくさんありますんで、それらで底上げをしておいて、コンクリートを流し込んでと、海抜よりも高い位置に持ってきておくと、その方がいいと思いますね。で、あちらが JR ですね。ちょっとピントが合ってなくて申し訳ないですけど、まあ、サイドにも土砂がだいぶ堆積してますので、まあ、そういったものも利用して、河川の、まあ、底上げをしていただいてと、まあ、こういった形であちらに、まあ、河川水門開式ダム発電の水門を設置すると、それでいいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。堤防の高さと考えると、こちらの高さに合わせておかないとちょっと危険ですので、ただまあちょっとストレートに撮りたいのは撮りたいんで、どれぐらいがいいですかね。もうまあこのもうこれぐらいにしときましょうか。この辺りに設置しましょう。あちらが JR の橋で、まあ、あれだけ両サイドにいろいろあったら多分難なくできると思います。下先のところもそこを整地して、海抜よりも高い位置にしておいて、まあ、地下水流ストレートトンネル発電を設置すると、20cm×20cm、 1m×1m と、あと 3m×3m を、2機か3機ですね。以上です。これで山田川の撮影終わります。本日の河川の撮影ですが、35.1km ということですね。総合で歩いた距離が主に、スマクやタルミク、そういったところの河川を撮影しました。以上です。